皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。カービィファイターズ2やりましょうか。さてね、カービィね、今回使いたいコピー能力がありまして、それはね、どれかというとベルでーす。さあ、ベルって結構ね、使い勝手悪いなと思ってる方いっぱいいると思うんですよ。まあ、僕もそう思いますでも、ね、結構楽しくて、チームバトルじゃね、結構楽しく使えるのかなと思うので、ちょっと使ってみたいと思います。基本的に攻撃がこんな風にベルをね、前方にバラ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 って出し続けて一生連打できるんですよね。要はその敵に当てると敵を長いことこうやって拘束できるんですよね。わー、出してくれーってで最終的にディンフィナーレっていうので、で相手を吹っ飛ばすことができます。まあこんな感じでディンフィナーレとかって感じですかね。技はね、正直言ってこれとかしかないんですよあとダッシュ攻撃でね、ベルを飛ばすっていう、まあ中距離のね、あの技とか、あとはチャージ攻撃で、ね、これあんま使わないです。ね、そんなとこかな？あるとしたら、あと下攻撃でね、これもあんま使わないです。発生が遅いので。あとはね、下長押しからの、じゃあ、上長押しからの下で、速攻ディンフィナーレっていう技があって、まあ、これはよく使うと思うんですけど、まあ、こんなとこです。ね、まあ、なんというかね、こうやってベルでね、敵を拘束してる間に、味方にね、援護してもらうとか、多分そんな使い方ができるんじゃないかなと妄想してますので、ちょっと今からオンライン潜って、ね、知らない人と一緒にやっていきたいと思います。あ、でももう一回ただ。いや、あとね、防御するとね、こうやってカービィがベルの中に入るんですよ。このベルカービィをね、回避行動というかね、ガードしながら右とか左押しても回避することができなくて、わー、ね、ベルの中に入っちゃいます。で、ベルの中入った状態で敵に攻撃されるとね、自動で反撃してくれるのでね、なかなかにガードは強いです。OK、さあよろしく！味方はレスラー、じゃあ俺が拘束してる間に捕まえてくれ。よし、とりあえずベルをね、飛ばして、ほら、敵を拘束、あ、いいよいいよ。俺がもうダッシュ攻撃でひたすらベルを飛ばし続ける。で、あ、くそ、ダメだ。いや、ベルを飛ばして、ベルを叩け、痛い、やめて、ガード。ちょっと今分かりにくかったんですけど、ガードしてたらね、相手がね、おぉ、動けなくなっちゃった。やべ、一緒に爆発巻き込まれた。痛いね、これは。おぉ、痛い。とりあえず君たちにまとめて、やべ、とりあえず金鳴らせ、へい、ディンフィナーレ、待て、これ強いぞ。さあ、ミサイルドン、サード敵一体だけ、俺も死にそうやけどな、ミサイルドン、来た、勝ったぜ、大勝利、ベルの魅力全く伝わなかったぜ、いやでも、今の味方がね、かなり暴れてくれたよね。でも俺もファイターをね、ダッシュ攻撃とかで、牽制したのと、あとガードでね、敵の攻撃を反撃したりとかで、結構楽しく使いましたね。よし、さあ相方メタナイト、向こう射程長えな、大丈夫かな。とりあえずひたすらね、こうやって、痛い、いや、掴まれた、くぞ、いけ、金鳴らして、ディンフィナーレ、よし、やめろ、こら、さあ向こうが射程がマジ長えな、鬼長丸、よし、ふう、ナイス、ありがとう、味方。よし。さあ、これで、カチカチ。ディンフィナーレ。オッケー、一体撃破、ナイスだ。さて、あと一体だけ。やべ。攻撃がわからん。ガード。味方です。復活してる。よし。ほら、どこ行った。おい。さあ、お、ナイス、ダイナブレード !2 連勝じゃん、イェイ。メタ様、ありがとう、味方で。いい感じだわ。おっと、また味方はレスラーだ、行くぜ。レスラー、いやでも向こうマホロはいるから怖い。マホロはしっかりガードしてね。よし、マホ様、マホロはとボムか、ディンフィナーレ。よーし、マホロはをちょっと詰めないでまずいな、これは。マホロはマホロは逃げんな、ほら、ですげえ運ばれる。へい、痛い。ボムの君はどこ行くんだい。よし、頑張れ、ナイス、ファイヤー。おっと、向こうやっつけたね。さあ、あとはマホロワだけなんだけど、マホロワ君しぶといわね、あなた。よし、起き上がってきた貴様。くっ、うわ、怖い、あ、いない、焼けたい、焼けカービィ。ナイス、味方ナイス、いいぞ。よし、俺が援護や、これで。これ、ほら、打ちまくれ。すぐ逃げる、マホロは。
鬱陶しいな。よし、さあ向こうの人はよいしょ、また撃破できたけど、ちょっと待って、これ邪魔、ゴミゴミ邪魔ゴミ邪魔、かけら来たかけら来た、あ俺死んじゃった、ごめん味方、まずいまずい、あーくっそやられたマホロアがずっと逃げて時間稼いでそこやられたんだけど、うわマジでマホロアお前めちゃ強いやんけ。さあランクが上がって、これでいくつ、おでスナイパーのレアード帽子64まで上がった、結構ランク上がってきたっしょ。さて味方はハンマーよろしく、またマホロアいる、敵にマホロアいるとなんかしんどいから、マホロアをね詰めに行こう、詰めに行こう、おら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 、ガードしても無駄やぞ、一生叩いてやる、いいリンフィナーレ、よしふい、くらえボムファイヤー、痛い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 、マホロはまた詰めてやる、隅っこでリンフィナーレ、よし痛い痛い痛い、ほらほらマホロは、マホロは俺はひたすらタコ殴りにする男だいたら、いやだって掴んだ、あいつすぐ掴むんだから、痛い痛い痛い、さあ味方が今やられちゃったかな、これで、ね、痛い痛い痛い、ふっガード、あーガード割れた、味方味方頑張って、早く味方早く頑張ってくれ、よし早く起きてくれ、早く起きてくれ、ガードダメだうわだもう今のは無理だわさて相方はウォーターですね、行きましょう、向こうはあベルがいる、やっぱベルはね今トレンドですね、きっと知らんけど、ディンフィナーレ、よしレスラーを俺が倒すか、じゃあレスラーを、ディオラオラオラレスラー、お前ガードしてるかもしれんけどな、ひたすら俺の攻撃は続くんだぞ覚えとけ、なんか待って向こうのゲージ減れないやん、ずるくないそのガード、いや捕まれた、痛い痛いくっそやるじゃねえか、くっ俺も投げられたぜ、さあベル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 対決、おおおらおら俺の方が早い、ちょっと重たいな今回の試合、ディンフィナーレ、よしさあディンフィナーレでダッシュアタックで、まず相手のベルを撃破でゆっくり見れるね、でも待って向こうも、おらノックアタック、さてこれで撃破、ウイエイ、ちょっと重かったけどね、普通に勝てたね、よかったよかった、よしさあやろうか、結構今日ね重たい試合が多くてね、うお結構大変でございますが、さあ向こうもベルがいる、ベルかぶりじゃんベルかぶり、ベルかぶり大ダラですね、痛い痛い痛い、真似しないでいただきたいね、よし、あやべ向こうの多いのが強い、ビンフィナーレ、でででででででほら、行って向こうもガードしてきやがった、しっかり。チューしたい、あ、チューしたい、ありがとう。チューしたい、チューしたいって言って、チューしてくれるといい人ですね。さて、向こうの相手一人ね、いなくなりましたね、これ。痛い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 。さあ、とりあえず、あのスティックどうするかだよな。どう戦おう。ちょ、邪魔邪魔邪魔。さあ、向こう。おぉ。おら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 。ディーフィナー、痛い、ディーフィナーでできない。ディンフィナレって無敵ついてないんだ、ねえこの人邪魔だなこゴースト叩いとこ、ゴースト叩いとこ、よしラッキー、おい焼けちゃう焼けちゃう、あーやべ復活させられた、これよしとりあえず撃破、はあ、おお早くて制御できてない、よいしょ勝ちー、ベル対決は負けはせんぞオッケー、いやベルはね強いわ、やっぱガードが強すぎるんだよねやっぱり、よしさあベルベルコンビでいこうか、ベルベルコンビでどう戦えばいいんだよ、わかんねえや、とりあえずファイターとマホロはどっちもね近くから離しちゃダメな、 めんどくせえやつらだから、よしよっしゃどう戦おう、よし食らえベルベルアタック、何向こうの方が射程長いな、しんどっ、よし、ういどう戦えばいいんだこれ、むずすぎるやろ、ここ誰か入ってこねえかな、こっちのコンボに、よしこれ、うーんマホロワがチャージアタックあんまやってきてくれねえから助かるね、そこは、うわーこっちなんでピンチだったの、なんか食らった今、え、みんな死にそうじゃん、ウケる、
さあこれで向こうのファイターは死んで、向こうはマホロワーはロボットに叩き潰された。さよなら。なんか最後よく分かんなかったな、みんな体力なんか急に減ってね。えハプニングスターの効果かな多分。さて行きましょうかね。おーっと、味方がメタナイト。メタナイトなんか最近めちゃくちゃいる気がする。どうしたんだメタナイト。よし待て、あーやばい。くっそ、ダッシュ攻撃をひたすらこすっていく男だいだら。チューありがとう、チューナイス、チューナイス、チューラブラブリンチュー。よしメタナイト俺がやっつける。メタナイト俺がやばい、ナイス。俺チューして、俺チューして、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 チューありがとう。これでお互い最強の無敵、最強の無敵、すげえバカっぽい言葉、最強の無敵になった俺たちは。マイクもえー、切った。マイクも入ったし、もう最高の際ですねこれは。ダッシュアタックばっかしてるだけだよね今俺。よし、あとメタナイトだけだ。2人で殴れ、タコ殴りだ。よっしゃ、ナイスメタナイト。俺たちのコンビは最強ぽいよ。よーし、結構長いことやってきたけど楽しいな、やっぱベルを。やっぱりなんかちょっといろいろやってて思ったのは、結論としてはアイテムがかなり重要なのと、あとやっぱ射程がないと近寄れねえっていう、なんかダッシュ攻撃がちょっと多めになっちゃうっていうね、そういうのがねやっぱあるかなってとこですね今回は。よし、来た来た来た、ベル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 。よしよし、逃げて逃げて逃げて、よしこっち来い、アイテム俺が回収しとこう。じゃあ来たー、なんだその波動拳は。痛い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 。よし、あ一緒にタコ殴りこいつを、一緒にタコ殴り、一緒に殴れ、一緒に殴れ。ミサイル発射怖え。僕は避けました、やべ、どいてくれ。オッケー、あなんかうざい、うざいやつ、それうざいやつ。下叩きに行くか。ほい、何起こった。おい、攻撃してきていいぞ。ベルは攻撃を全部防ぐからな。オッケー、さあこれで撃破。待って向こうまだ残ってんじゃん。ちょまずいまずいまずい。へい、あ突かれた。美味しいかその攻撃は。くわっそー、コンボ強い。ファイターやるじゃねえか。いやちょっと良かったけどね、しっかり俺がガード固めてたら投げてくるとかね、敵が強かった今のは。さあこんなもんかな。やっぱちょっといろいろやってみて思ったのは、ベルね結構好きなんだけど、遠距離系の武器と違って当てづらい、自分より射程長い武器には通常攻撃もやっぱ当てられないっていうのがかなりきつくて、やっぱダッシュ攻撃をブンブンしてるだけになっちゃいがちなので、やっぱもうちょっと練習が必要かなって思いました。練習っていうよりね、誰かと誰と組むかが大事かなって思ったかな。まあ、フレンドマッチと違ってこっちはね、味方選べないのでね、まあ、難しいと思うので、やっぱおとなしく射程長いの使おうかなと思います。それでは今回はここまでにしましょうか。ご視聴いただきましてありがとうございました。おつぽよです。チャンネル登録しない方はチャンネル登録や高評価もよろしく。でみんなの好きなコピー能力も教えてね。またね。